夏木クロニクル。アウガル、ごめんね。夏木、今はセブンティアの運命がかかっているのよ。どうしてこんなことになってしまったのだろう。ようこそ RDF へ、夏希。私は RDF ナビゲーションシステム、通称ナビです。よろしく。音声を確認、よろしくお願いします、夏希。初任務となる今回のミッションは、違法な兵器を運搬中と思われる車両の検挙です。現在、目標は郊外に向かって走行中です。セントラルシティから離れる前に確保してください。了解。バルーン司令官から通信が入っています。お前が新人か。今日から配属になった夏木杉浦です。ふむ、成績優秀、操縦の腕も上々と聞いているが、ここでの任務は常に過酷なものになる。覚悟はできているか。はい、与えられた任務はこなしてみます。よし、くれぐれも期待を裏切ることのない。承知しました。ドミネーターでの初出撃となります。機体操作に確認してください。了解。機体コントロール問題なし。メインネットサブウェイ確認。スペシャルウェイ動作を確認。すべてシミュレーションと変わります。オールグリーン確認。ミッションのナビゲートを開始します。目標の車両はハイウェイ方面へ移動中。追跡してください。了解。目標は反抗勢力の拠点付近を通過中。妨害が予測されます。多数の熱源を確認。攻撃反応あり。無人機必要に応じて排除してください。了解。反抗勢力の拠点といってもなぜこんなものが野放し。データのサーチ中。該当の情報にはアクセス権がありません。夏希、ここでうまくやっていくことは余計な詮索はしない。マルーシュ、承知しました。ミッションの補足情報ある。現在別行動の地上部隊が積み荷の受け取り手と思われる犯人集団を追跡しています。地上部隊の状況によってはミッション内容の更新が想定されます。連絡を待ちつつ任務を続行してください。了解。目標がハイウェイに侵入。こちらも間もなくハイウェイに到着します。このままでは目標がセントラルシティから離れるまで時間がありません。迅速に確保してください。了解。ジー、追いつきやがって。あなたには道路交通法違反並びに違法物所持の容疑がかけられています。直ちに投稿しなさい。あいつら名刺のためで簡単に渡して黙るかよ。目標、依然として速度を維持。了解。この行きはなさそうだ。少々強引に行くしかない。やべえ、エンジンが地上吹き上がった。繰り返す。無駄な抵抗をやめて直ちに投稿しなさい。待て、そんなことが届けねえぞ。相手が意地になっている。しかしこのまま損傷を与えれば止められる。地上部隊が犯人グループを確保。そいつは用済みだ。始末。まもなく目標を確保できます。撃墜の必要はないのでは。新人が意見するのか。はい。しかしこれ以上言うことはない。命令に従う。承知しました。やめてくれ。
犯人は抵抗していなかった。これが RDF のやり方。これでよかったのだろうか、マーガレット。研修クラス、私は警備部志望のマーガレットよ。即応連隊志望の夏希です。即応連隊、噂に聞く精鋭部隊 RDF を志望しているなんてすごいのね。そんなことはないですよ。ただ私たちのこの惑星セブンティアのお役に立ちたいだけ。それは私も同じ。お互い頑張りましょう。ええ、よろしく。それにしても初日から実習訓練があるなんて。噂通り厳しい訓練が待ち受けているようですね。さあ行きましょう。今回の任務を説明します。原生環境保護団体のチーフと思われる人物が植物プラントを占拠しています。容疑者はセブンティアのテラフォーミングに反対しており、施設の破壊工作を行っている模様です。被害を抑えるために正面からの突入を避けて潜入し犯行を阻止してください。目標が投降しない場合生死は問いません。生死は問わない。そこまでの必要があるのだろうか。夏希、どうしましたか。ミッション内容を確認してください。了解。容疑者が占拠中の植物プラントに潜入し目標の活動を阻止、生死は問わない。以上、作戦を開始します。潜入に成功。派手に武装しているように。ナビ、プラントの兵装を分析して。民生の筐体がベースですが、一部のミラーシールド社製の ID を確認。物理系の兵装がメインです。他に情報は。容疑者が所属する環境保護団体は武装するためにミラーシールド社とナトリックをしているという情報が入っています。ミラーシールド社は爆発物の取り扱いを得意としています。慎重に対応してください。了解。ネズミが一匹迷い込んできたか。 RDF の機体、しかし短期とは舐められたものだ。早々に気づかれた。ナビ、コントロール信号の発信源は。このまま進んだ奥です。目標付近で爆発物反応あり。反応の分布から推測すると設置は未完了の模様。このまま進めば間に合います。しかし攻撃が激しい。間に合えない。することは不可能です。直行しなさい。爆破の準備はまだだ。
まずはお前から片付けてやる。やはり強行しないとダメか。私が目に物見せてやる。アグニッシャはセブンディアの独裁者のつもりか。お前らがこの星にしていることを分かっているつもりか。MSS も RDF も同じだ。で一人にここまで手こずるとは。もう後がない。これ以上の抵抗は無意味です。おとなしく投降しなさい。こんなことで引き下がるわけにはいかないんだよ。このままの形がどうする。もたもたする。投降しないのなら爆発物ごと上空でしまう。犯人もろともですか。口ごたえはさ、そのままで。うわー。過激な行動は許しがたい行為だったが、強引に命を奪うほどのものだったろうか。マグニシャはセブンティアにしていることか。今回の現場は取水施設をつなぐ建設中の水道パイプラインです。建設現場では大規模なデモが起こっており、作業員の一派が武装集団と化してバリケードを建設しています。バリケードを突破した後、地上部隊の突撃が控えている。多少犠牲者が出ても構わない。承知しました。犠牲もやむなし。我々の将来のためにここで屈することはできないのだ。
無駄な抵抗はやめて投降しなさい。話すら聞いてもらえないなら最後まで抵抗する。ラズ、抵抗する者には承知しました。セブンティアを愛す人を救うことができなかった。研修生時代の希望はどこに行ってしまったのだろう。マーガレット、あなたは今どうしているの。夏希、だいぶ腕を上げたわね。マーガレットこそ状況判断テストはトップグループですよね。それはあなたも同じでしょ。成績優秀なだけじゃなく、パイロットとしての腕も立つなんて叶わないわ。次の応用訓練も楽勝なんじゃない。それはやってみないと分かりませんよ。そうかしら。今回のミッションを説明します。セントラルシティ地下のパイプラインダクトでハッキングが探知されました。セントラルシティのインフラは高度に自動化されており、通常人間が立ち入ることはありません。先日電力網の一部が瞬時的にブラックアウト。それをきっかけに何者かによるパイプラインのハッキングと不法占拠が判明しました。現場にて目標を確認し排除してください。了解。目標はセントラルシティ地下に作っている邪魔な存在だ。全て排除しろ。抵抗する者は容赦する。承知しました。以上だ、出撃中。またこのパターンか。
ントロールコアの反応を確認。この先すぐです。動体反応あり、生命反応はありません。遠隔操作。完全に見つかった。これは破壊させてもらう。やめて、これはスラム街の貧しい子供たちのためにやっていることなの。全部あなたたちマグニ社のせいよ。これを止めたらスラム街のライフラインが断たれることになる。あなたたちにそれをする権利はあるの？この子と言うることが本当ならば、私がしていること、私は貧しい人たちに生き延びてほしいだけなの。排除だと。また犠牲を出してしまった。今回のミッションを説明します。最近セプトニウム採掘現場で採掘メカの暴走が多発しています。 MSS 情報部の調査により、採掘場の最深部で暴走の原因と思われる強いシグナルが確認されました。調査に向かってください。了解、現場に向かいます。採掘場内に多数の動体反応、無人暴走メカが占拠していると思われます。了解。いきなり大型機か、一筋縄にはいかません。上部の行動から反応。どれだけの量がいる。目標はここより下層部です。了解、下層部に向かって進行する。今皆さんが見ているセブンティアのスペシアは本物のスペシアではありません。この通信はどこかという。何が起きていますか。確認できません。ナビが影響を受けている。原因はこのシグナル。スペシアルはセブンティアの惑星管理 AI で偽物にすり替わっているといいます。根も葉もない噂だと思う。このメカの暴走はさっきのシグナル。本当にあり得るのか。ジャマーキャンセラーアクティベート。ナビゲーションシステム正常動作に復帰。この先に大型ミカの暴走反応。武装しています。武装？どういうこと？まずい、あれまで暴走している。マルーシレ、ここにどうして大型兵器。
質問は認めた。形跡が残らないように破壊。こんな兵器がなぜ採掘場に。ナビ、搭乗者。生体反応なし、無人です。了解。余計な戦線はする。とにかく破壊。承知しました。スラスターの反応、突撃、今すぐ。危ない。中央のアーマーを破壊、コアを狙ってください。了解。グレネード、来ます。しかし、何という変装だ。RDF 内部でも極秘とする。いいな。はい、承知しました。司令は何を隠そうとしている。腑に落ちないことばかりだ。私は大変なところに来てしまったのかもしれない。マーガレット、今日はこの機体を使った犯人拿捕の訓練か。備えて機体の下見。相変わらず勉強熱心ね。それはあなたもですよ、マーガレット。実は大型機の操縦は自信なくて。なるほど、そういうことですか。ガルム、大型だけれど機動性もいい。ええ、こちらが使う分にはいいけど、こんなのに追いかけられたくはないわね。追いかけられるようなことをする予定でも。まさか。今回の任務はバグニ社の秘密情報を輸送する列車の警護です。極めて重要な情報のためオフラインでの輸送が行われています。列車はすでに出発していますが、積み荷を狙っていると思われる何者かの反応が検知されました。現場に向かってください。なお現在マルーン司令官は別部隊の指揮を取っているため、RDF 司令部から指示が行われます。了解。今回は、シャトル発着場に向かう輸送列車を護衛すれば、前から来る。偵察のつもり。IFF フィールドにより、こちらの攻撃は列車には当たりません。敵機の排除に集中してください。了解。ドローンからスキャニングビームを検知。列車の積み荷を探している模様。極力排除してください。了解。前方にトンネルがあります。トンネル、情報注意。トンネルの出口に敵機反応あり。待ち伏せした敵機が列車後方を攻撃中。排除してください。
排除。これで全部？前方に飛んでくる。情報に注意。後方から残留したテックが接近。まだ。トンネルを抜けます。起動エレベーターが見えてきた。もう何もないといいけど。前方に大型熱源反応。RDF のお出ましか。残念だが積みにはいただかせてもらう。そうはいかない。おとなしく投降しなさい。やれやれ、百姿定規だな。お前には知らされていないだろうが、この積みの情報が明るみに出た。マグニシア、いや、セブンティア全体の根幹が揺らぐ。どう、真実を知りたくはないか。あなたが何を言おうと、こちらの任務には関係ありません。投降しなさい。訳ありだ。しかし聞く耳持たぬ RDF、懐かしい。表向きには特攻部隊だが、とうとういわくつきの軍事。何がいい？このままでは俺は止められぬ。さあ、どうする。 RDF 司令部から指示が来ました。目標を排除してください。やはりそうなのか。この老いぼれ一人を始末した。何も得はない。マグニ社と MSS、 そして RDF。 私の信ずるべきは他にあるのかもしれない。緊急事態発生。服務規定違反の MSS 隊員が抑止を振り切り起動エレベーターを逃走中。直ちに追跡してください。機種エンフォーサー、コールネームハウンド1。ハウンド 1？ まさか。ナビ、逃走者の詳細を教えて。 MSS セントラルシティ警備部所属、アレックス・ヒートバーン、マーガレット・ホワイトテール、以上の2名が搭乗しています。マーガレット、どうして？ RDF にはガルムの使用許可が下りています。直ちに搭乗し出動してください。こんな時に本当にガルムを使うことになるなんて。了解。やっと追いついた。ハンドは止まりなさい。これは重大な含み規定違反です。ナツキ、行こう。ええ、研修生自体だと。マーガレット、一体どうしてこんなことを。リージアのせいでセブンティアの人々が犠牲になってしまう。私たちはそれを止めなきゃいけないの。リージア、確かマグニシャの管理。やはりマグニシャには何か。マーガレットに逆らうことのこと。ナツキ、お願いだからここを通して。理由は何であれ、命令違反は命令違反です。見逃せません。どうしてもダメ。ダメです。止まってください。引き離せない。始めるしかなさそう。いいのか。さあ仕方ないわ。夏希、もう一度言うわ。どうしても分かってくれないの。マーガレット、無事では済まない。私が止めなければ。残念ですが、見過ごせません。相変わらず硬い。止まらないのなら強行します。まあ、止まって。マーガレット、止めて。理由を聞かなければ。こんな方法よりも、いい解決方法があるはずだ。何があったというの。マーガレット、もうこれ以上。マーガレット、止まってください。止まれないわ。そこを通して。
無理やりでも止めます。どうしてこんな戦いしなきゃならないのよ。まだ私もこんなことしたくないのに。うりゃあ！マーガレット、ごめんね。夏希、今はセブンティアの運命がかかっているのよ。どうしてこんなことになってしまったのだろう。私は間違っていたのだろうか、マーガレット。私は一体助かったの？状況は救援が来ていないということは、私はさしずめ任務中に行方不明といったところか。機体はかなり損傷しているが、エンジンのコントロールは効くようだ。ナビゲーションシステム、通信システムは全てオフライン。気を失って不時着したはずなのに、隠れるにはおあつらいの場所。偶然にしては状況ができすぎている。何かが干渉してきた。本物のスペシア、まさか。いや、マーガレットの言っていたことが本当ならありえるのだろうか。何にせよ一旦 RDF から離れられるのは都合がいい。まずは情報を集めなければ。マーガレットを助けるにはどうすれば。経緯はわからないが、スペシアのすり替えをめぐってセブンティア全域が限界態勢になっている。この状況をうまく活かせれば。ハウンド1は軌道上から第4区画の軌道エレベーターに向かっている。このままだと RDF 本部に気づかれて苦戦を強いられるだろう。何かいい手は。そうだ、第4区画の反対方向にある RDF 軌道上基地、ここを破壊して陽動すれば予備の機体は RDF のハンガーから拝借できるはず。タイミングを測って向かわなければ。そこの機体、この空域を許可なく飛行することは禁止されている。所属を名乗れ。早速見つかった。しかしこれはこれで陽動には都合がいい。このまま引きつけつつ軌道上基地まで向かう。繰り返す、そこの機体、所属を名乗れ。くそ、元同じか。派手にやらかしやがって。一体どこの同一だ。ちょっと派手に動きすぎたか。まだパイロットが私だと気づかれていない。急いで基地まで到達しなければ。雲の中で多少引き離せればいいの。引き離すどころがどんどん追ってくる。レーダーには無力か。こちらはナビも使えないし、自力で何とかするしかない。高高度に到着。雲を抜けた。追っ手がどんどん増えている。RDF 基地、目視で確認。しかし、追っ手の数が多い。せめて基地までたどり着かなければ。
手を許すわけにはいかない。全力で止めさせてもらう。 HQ から撃墜許可を確認。電気迎撃態勢に移行。目標を撃墜せよ。囲まれた。しかしここで足止めされるわけにはいかない。突破する。なんてやつだ。ごめんなさい。ここは通させてもらいます。なんとか切り抜けた。しかしここからが本番。 RDF 機動場基地に接近する。よし、 RDF 機動場基地に到達。狙いは中央のリアクターコア。排気ダクトのハッチを破壊して侵入すればたどり着けるはずだ。すでに高レベルの警戒態勢。さすがに一筋縄ではいかないか。神経に集中して全力で当たる。行こう。私のできることはここまで。マーガレット、
無事でいて。何か来る。貴様、マルーシレ。貴様、マルーシレ。お前は自分で何をしでかしたか分かっているのか。有能な部下の反逆にしては目に余る行為だ。私自ら肩をつけてやる。これだけのことを起こしたのだ。すでにそのただで済むことはない。観念したらどうだ。私は目が覚めました。もうあなたや RDF には従いません。見上げた覚悟ならば全力で行くぞ。機動力、 RDF にこんな機体は。おじけづいたか。この機体の前では手も足も出まい。私はどうなろうとも構わない。マーガレットが正しいことをしてくれる。アグニシャ幹部のビリジアンに立てついているあの小娘か。空にも去ってセブンティア生まれの新人どもめ。セブンティアはマグニシャと我々 MSS のものなのだ。分かっていないよ。セブンティアはここに住む人たち全てのものです。その考えには賛同できません。生きがっていられるのも今のうちだ。この攻撃に耐えられるか。これで終わりだ。ここまで戦えるとは想定外。本番はこれからだ、ナツキ。船体から分離して出てきた。こっちが本体ということ。 RDF の技術を結集したこの機体の本領はこれからだ。もっとも、この機体を開発した技術者はもうこの世にはいないがな。どこまでも非道な人。俺が見られることを光栄に思うがいい。どうだ、これには耐えられまい。重力兵器、実在していたの。引き込まれる。うん、まだ落ちないか。その根性だけは認めてやった。あなたに認めてもらう必要はありません。全言撤回だ。この機体の機動力を見せてやる。早い。おしい戦闘の後、私の機体は運よく地上に不時着した。マルーンはあの様子では生きてはいないだろう。惑星セブンティアをめぐる一大騒動、この一件によりセプトニウムエネルギー伝送を目的とした計画は大幅に後退することになる。この星の未来はどうなっていくのか、そして私の進む道は一体どこにあるのだろうか。セブンティアの大地はその秘めた力を蓄えたまま、ただ静かに輝いていた。